楽ちんですね。楽ちん、東京から走ってきても楽ちん。うんうん。はい、今デリカミに乗ってますけど、なんか本当に乗りやすいね。パワーあるし、ステアリングホイールの右手の親指のところにねグリーンのマークがあるんだけど、これを押すと ACC がそのまんまあのメインスイッチになって、セットのマイナスを押すとその時のスピードでクルーズできますね。まあ、今設定80ぐらいにしてますけど、この車カメラで白線しっかり見て、この電動パワーステアリングが自動で動いてるので、このぐらいのカーブだったら、まあ、ちょっとハンドルから手を離してはいけないんですけど、添えるぐらいでハンドルがもう自動でグググッと手のひらの中で動いていけますね。だからまだあのいわゆるこうレベル2の完全自動運転じゃなくて運転支援なんですけど、緩いカーブだったらもう本当に車がアシストしてくれてますから楽ですね。これは楽ちん、ね、車線からはみ出すこともないし、まあ、これ後ろ見てるから、ここに後ろ斜め後ろから車が来ても、まあ、ピピッと教えてくれるし、まあ、そういう事故があの未然に防げますね。おお、ここもぐんぐんハンドル動いてるわ。これはいいね、やめらんないね、これのハンドルは。だからシステムがあの今アシストしてるよっていうのがね、こう手のひらにしっかり伝わってきますね。まあちょっとね背が高いからあのどうかなと思ったけど、高速の安定性もいいし視界もいいしね、ここがあるってことは結構街中なんかで歩行者のことよく見れますからね、小さい子供も見れるし、やっぱりこのサーキットじゃなくてねリアルワールドで走らせると車のいろんないいところが見えてきますね。まあデリカのお兄さんはディーゼルエンジンでパワートレインがなんか本当に頼もしいし、こっちのチビのデリカミニの方はこの ADAS がしっかりしててね、安全運転できるし、なんかやっぱこのデリカシリーズってそういう意味では面白いですよね。なんか三菱のもう一つのこう柱になりそうですね、ブランド的にも。だからこのデリカミニだったらね、東京から実際この盛岡青森まで走ってきたんですけども、そんなに苦にならないですよね。お、前の車がスピード落としたらしっかりこの車もスピードを落として距離を保ちました。トンネルの中でもね ACC と L キャストは使えてますね。まあ、暗いけどヘッドライトでちゃんと白線見てんだな。やっぱこれだけ 横風が吹いていたり、まあ、路面の状況もあんまり、まあ、雪が降っていたりするんですけど、やっぱこのスタビリティっていうのは四駆だからいいんですね。デリカミニはやっぱり相当ちょっと骨太になってますね。ミニとはいえ走りは力強いね。まあこういうところはねやっぱり安全運転ですよね。でまあ全面雪なんだけど、やっぱ新雪もあって深い雪だとちょっとね反動が取られたりするから、この轍をうまく利用してね、あんまり深い雪に入らないように走りたいですね。でもねブレーキ ABS、 おお ABS は働くけどね、その前にまあスタッドレスタイヤも含めてブレーキはしっかり止まりますね。やっぱ四駆だから力強いな。足もねちょっと車高が高めなんだけど意外とふらつきもないし、まあ、ダンピングもいいですよね。でカーブであんまりこうアンダーも出ないから、うん、なんかその辺の四駆よりもよっぽどこのデリカミニの方が走りやすいんじゃないかな。もう生活四駆の域をちょっと超えて、なんかこのままラリー出れそうだなって感じのドライバビリティですね。いやー安定性がしっかりしてるな。もう最近の K の四駆はエンジンのねパワーとトルクもあるし、本当にこれで十分ですね。
うわーすごい雪、雪だらけです。いやこんな雪国に、あ、カーラフエスエストの吉田由美です。こんな雪国に私の大好きな三菱デリカミニと一緒にやってきました。私がどのぐらいこのデリカミニを愛してるかと言いますと、じゃん、この小物、デリカミニグッズです。そしてあと好きなポイントいっぱいあるんですけれども、一つずつご紹介していきたいと思います。はい、ということで私が思うこのデリカミニの魅力なんですけど、まず一つ目、なんといってもデザインです。デリカの DNA を引き継ぐタフで、そして頼もしい、でもちゃんと可愛らしさもある、このデザインがまず一番の魅力です。特にフロントマスクですね、ライトなんかも見るとキューッとしたくなるような可愛らしいデザインです。そしてこの車、軽自動車なんですけれども、見てください、屋根が高くて車内が広いんです。この開放感、これもね、2つ目の魅力として挙げたいと思います。あ、そうだ、広さのところもう一つ加えると、今前の席を言っていますけれども、後ろの席がスライド量が多くて広いんですよ。で、この車のドア、サイドのドアが、電動のドアになっておりますけれども、スライドドアね、電動スライドドア、これがですね、慣れるとすごく便利ですし、手に荷物を持っている時にも簡単に楽に開けられるっていうところで、もうこれももちろん大好きという方も多いと思います。そしてですね、前の席いますけれども、装備がめちゃめちゃ充実しています。細かいところで言うと、例えばこのサンバイザー大きめなんですけれども、ちゃんとミラーが助手席にもついていたり、あと見てください、これが電子ミラーになっています。これお好みでね、普通のミラーと電子ミラー使い分けができますけれども、こんなところも嬉しいです。電子ミラー苦手だっていう方も、おそらく夜とか使うと電子ミラー抜群に効果を発揮してくれるので、これもおすすめポイントです。私も正直雪道山道どうなのかなと思ったところがあったんですけれども、走ってみるともう全然大丈夫です。そして内装、私使い勝手チェックモデルをもうかれこれ何十年もやっているので、やっぱり使い勝手気になるところですけれども、さっき助手席周りでのお話はしましたが、運転席周り、この MI パイロット、これはすごく使いやすいです。もうスイッチ押すだけですから、何しろ片手でポン。あとは、運転席周りで見えるところだ、あとなんだろうな、たくさんいいところ出てきます。あ、ヒルディセントはここにスイッチがあるでしょ。あ、ステアリングヒーターがある。そしてもちろん私の大好きなシートヒーター、運転席助手席両方あります。この車乗れば乗るほどいろんなものを発見しそうな、まだ隠しキャラ的なものがあるような気がします。じゃあせっかくなんで、ちょっと運転席ドラポジに合わせてみたいと思います。こんな感じ、高さも前後はさすがに調整できませんけども、高さが調整できて、自分の好きな、自分に合うこのステアリングのポジションっていうのもちゃんと変えられるの、これもいいですね。あとコラムシフト、これも慣れると違和感なく使えるんではないかと思います。あ、ここにも出てくる、同じ画面が出てくるので、これもね、うまく使えばその雪道の安全ということも担保できると思います。というわけで、すごいこだわりのこのデリカミニなんですけれども、このシートのこの素材も新開発のダウンをモチーフにしたということで、すごいクッション、弾力性がね高いんですよ。あと収納がすごい、これ見て、ここのシートの下に靴を入れる、靴じゃなくてもいいんですけども、私交通安全応援活動で置き衆っていう活動をやってるんですけれども、車の中に置き靴を置いて、靴を履き替えて安全運転につなげましょうみたいな活動なんですが、まさにぴったりです。そしてここは普通のグローブボックスですが、その上に引き出し型のトレイがあります。そしてこちら側にも
こちら収納でしょ、トレーでしょ、そしてじゃん、カップホルダーにも、ここに置けます。カップホルダーにもなる。だからすごくこれ使い勝手いいですよね、アイデアが。そしてここもちょっとこう変わった素材、シボみたいな感じになっていて、物が置けます。そしてちょっと反応しちゃった。でここには USB ポートタイプ A が一つありますけれども、カップホルダーさっきここもありますが、ここここここにもあったりするので、カップホルダーもたくさんありますし、いやー収納ここだけでもたくさんあります。はい、そしてこちらデリカミニの鉱石です。見て、さすがに天井めちゃ高いです。もう手伸ばしてもやっと届くっていう感じで、こちらも鉱石装備がめちゃめちゃ充実しています。まず両側電動スライドドア、すべて、助手席側は標準装備なんですけど、運転席側もこれは電動スライドドアのタイプですね。そして見て、シェード、これいいですね。後ろで着替えとかするときにこのシェードがあるとちょっと目隠しになったりするし、あと眩しいときに、こちらがあると、まあこうちょっとしたものなんですけれども、かなり快適装備だと思います。そしてテーブルもあります。でここカップホルダーにもなるし、ここにポケット、ちょっとこのね、わかるかな、これちょっとこう倒して、この高さが違うんですよ。でこちら右側の方が低くなってるんですけど、それはなぜかというと、ここに USB タイプ A があります。でテーブルには、そしてここのねグリップも大きいし、あと小物入れじゃないや、この小物を置くフックもあります。私はデリカミニのミニポーチをかけたりしています。あとはここに鉱石サーキュレーターがあって、おマイナスイオンプラス、マイナスイオンがこう出てきます。すごい強力でも、なんか送風ですね。ちょっとしたら暖かい風出てくるのかな、どうでしょう。これで空気の循環を良くして、車内全体が暖かくなったり涼しくなったりするということです。あとね、素晴らしいのがこの鉱石の広さなんですけれども、足元広々です。このスライド量はなんと軽自動車ってか、このクラスの中でナンバーワンということです。だから足元も広々仕様にもできると。だからこんな感じも、ね、こんな感じも楽ちんだ、楽にできるという、そんなところがね。だって見て、この足元の広さ、足組んでももう原骨いくつレベルの話ではないですっていうぐらいね、この縦方向もこの前方向も広さたっぷりで快適空間、そして空気もきれい、車内あったかい、もういいこと尽くしです。